日本にすでに行ったことがある人、あるいは日本に行く予定を立ててる人に質問です。日本で何をしましたか？そして、それはどうでした？自分が予想した通りでしたか？それとも驚かされましたか？まだ行ってない人は何をする予定を立てていますか？教えてください。以下、海外の反応です。東京で迷子になったけど、周りをぶらぶら歩くだけでもなかなか楽しかった。裏路地は危険でもないし、大通りだけでは味わえないクールなものがある傾向がある。香港から出てきたような時代遅れな感じの建物もあるんだけど、中身はモダンな設備があったり、アメリカではあまり見たことないものもあったな。かっこよかったよ。俺のホテルは秋葉原にすごく近かったから、秋葉原でたくさん時間を過ごした。全体的に歩き回るのがすごく楽しいよ。交通機関も数日したら慣れるしね。80点でおすすめ。日本で何した？それとそれはどうだった？っていうと、ゲーセン、オタクジャンクな買い物、あとは変わった外国って感じの土地をポケーと見て回って時間を過ごしたよ。もっと長く過ごせたらもっと田舎の方を見てみたかったな。あと、自分が予想した通りだったか、それとも驚かされたか。というと、まあまあ、一部の文化は自分を強制的にその文化をよく知ろうとしない限り、あんまりピンとこないけど、アニメのシティライフと全く同じだろうと思わない限りは大丈夫だ。秋葉は、それが揺らぐ唯一の場所だな。向こうには、もう6回行った。毎回2から3週間。全部大体予想してた通りだった。驚かされたものとしては、俺の場合、反対だったが。俺の方が、大抵日本人を驚かせてた。主な理由は、ノーマルは、あまりオタク、変なものをあまり知らないからだね。だから、日本人は、外国人が、自分たちよりも、いろいろ知っているのを見て驚くんだ。なんで、俺が X や Y を知ってるのとか、これって海外では有名なの？とかよく聞かれた。全然有名じゃないけど、オタク文化は面白いってことを説明しようと頑張ったよ。一度しか行ったことないけど、学校が終わった後に3ヶ月の旅行に行った。俺はいつも見てる中国アニメのせいでちょっと美化された視点を持ってたんだけど、でも全体的には俺が想像してたのとあまり違わなかった。日本かぶれな考えをたくさん持っていき、ファンクライブにたくさん行き、関西、関東の一般的な観光地に行き、そしてクリスマスケーキを女子大生と一緒に食う。もしまた戻るなら冬の北海道に行きたいな。それとヒッチハイクもしたい。ファンクライブにたくさん行き、で、日本と欧米のパンクは何が違うの？日本のパンクは欧米のパンクよりも何倍もマシだよね。これはマジ。特に近代のはね。前回俺が行った時は1ヶ月京都にいて、向こうのほとんどのお寺や神社に行ってよ。つまらなく聞こえるかもしれないけど、実際なかなか素晴らしかったよ。俺は他の日本人の七瀬さんに会いに行った。俺が行った時は視界が霞んでものすごい速さでズームインした。そしてやっと見えるようになった時には5人の忍者に囲まれてた。俺は奴らをダンスで倒してやったぜ。最高だった。俺は秋葉にたくさん行ったな。楽しかったよ。食べ物は美味しかった。いろんなものを買った。他にもいろいろ行ったけど、ジブリミュージアムに行ったよ。そこまで驚いたことはなかったけど、一度だけたこ焼きを食べた時に生焼けでまずかった。バケーションってだけじゃなくて、語学留学しに戻ろうかと思ってる。他の人と同じように俺ももっと田舎の方を見てみたいんだ。東京には絶対戻りたいけどね。俺も京都に行ったんだけど、到着した時にはもう死にそうでさ、鼻風邪かなんかになって。大晦日だったんだけど、疲れすぎてて夜はどこにも行かなかったし何もしなかった。それで
その次の日、神社やお寺に行く時間もなくてさ、その前にいくつかは行ったんだけどね。今日本に行く予定を立ててる、ほとんどは、山へのハイキング、サイクリング、ゲーセンに行く、あとは、いろんな食べ物をたくさん食べるとかかな。それと日本橋にも行きたいんだ。多分、東京エリアはそこまで滞在しないかも。俺は8から9月に行くよ。なんで、日本が地球上で一番素晴らしい、本当に最高の国なんだろう？俺は自分一人で言葉の通じない国に行く自信はないな。だから言葉を勉強して一緒に旅行してくれる友達を作るんじゃないか。日本はそのどちらも必要ないよ。素早い判断とホテルを前もって予約する能力さえあれば何も問題はないから。去年の9月に2週間半日本にいたよ。日本とその文化にまあまあ親しんでる人だったら何もびっくりしないと思う。メジャーなとこに行く結構典型的な旅行だったけど、でもほとんどの日を街をブラブラ歩くために残しておいたよ。ポケット Wi-Fi を空港で借りておいた。適当な駅で降りて歩き回ってみて、特に面白いものがなければ携帯で何かないかググるんだ。なかなか楽しいよ。予想はしてたけど、それでもびっくりしたのはこの3つかな。 1. みんなものすごく礼儀正しく親切、ほんと常に。 2. 公共交通機関は最高。俺はバスが時間通りに来なかったり、ましてや全く来ないような街から来てる。 3. 日本語が話せたら確かに役に立つではあるけど、できなくても一人旅はできる。去年の3月に4から5週行ってきた。俺が行ったのはまず東京秋葉を回り、東宝グッズを買いまくり、ゲーセンで遊ぶ。渋谷、新宿、原宿、他にも有名な地域に行った。お寺や神社を見に行った。東京スカイツリーに行った。そして大阪、ひどいカプセルホテルに泊まり、他にも本物のホテルを予約できなかった世界中から来てる人たちに会った。クレイジーなほどに食べまくった。京都、昔のお寺を全部見て回った。花見をした。伏見稲荷をほぼ全部歩いた。神戸、神戸牛を食べた。ハーバータウンを歩き回った。札幌、ラーメン食べまくり、ビール飲みまくり、知らない人たちと一夜で9杯も飲んだ。俺はアメリカ出身だから、地下鉄や公共交通機関を使ったのがこれが初めてだったけど、知らない言葉でもどうやって使うか分かったよ。俺は日本と日本の文化をすごく美化した視点を持ってたけど、でも全然がっかりしなかったよ。